はい、皆様こんばんは、石様です。今日はですね、ちょっと一つ植物を預かっておりまして、それの紹介をするんですけど、ちょっとその前にマクロプス植えてみました。これわざと浅鉢に植えたんですけど、やっぱりその分なんか重心が下に行って落ち着きましたね。なんかいい雰囲気です。あと2株もこんな感じでずんぐりむっくりな株で、これからまあこれから楽しみですね。で、 BB の先輩が多分これを管理されるんじゃないかなと思うんですけど、いやー、やっぱり楽しみですね。で、こんな感じで植え込んでますっていうご報告なんですけど、まあそれはさておき、預かってる株がこれなんですよ。メストクレマツブローサム、これをちょっとヤフオクに出してみて、で、1万円くらいで、まあ、送料がかかるんで1万2000円くらいで出品できて、もし買う人がおればいいかなっていうので、ちょっと出してみてって言われて出してみたん、出してみるんですけど、皆さんこれどうでしょう。メストクレマもなんか結構甘いなっていうか、まあまあ、そんなに人気がないちゃん人気はなくて、でヤフオクに出回るときはまあ結構出回ったりするんで、価格の変動が結構大きい株ではあるんですけど、大きさがですね、横幅15、6で、高さがまあ鉢上なんですけど、土の上からだとまあ生きてるとこを合わせて枝まで入れると37とかありますね。結構でかいんですよ、ヤフオクで出回ってる株より。なんでまあ皆さん1万円で買えるんだったらちょっと安いんじゃないかなと思うんですよね。この古木感のある枝からですね、幹からですね、この多肉質の葉っぱが出るっていう、そういうのが可愛い植物ではあるんですけど、これ一度も実は3年前くらいに買って育ててたんですよ。で、なんでかわからんですけど、僕は寒さに弱いと思ってたんですよ、これ。なんでめっちゃ冬も温めてたんですよね。そのせいもあるのかわからんですけど、蒸れてしまって根腐れ起こして枯れましたね。これ案外寒さ強いらしいですね。寒さに強くて、まあ西日本以南だったら多分外でいけると思いますね。水切ればの話ですけど、この状態で月1で水やりでいいんじゃないかなと冬場は思いますね。ちょっと枯れ込んでるんですけど、ここはあえて残しておきます。もし入手された方はもうカットしていただいてもういいんですけど、ツベローサもいいですよね。冬でも外で管理できるっていう株はちょっと魅力的ではありますよね。なかなか温室冬場の管理はめんどくさいんで、あんまり温室には置きたくないんですけど、外で管理できるっていうのはちょっと何株かあってもいいかなと思う株ではありますね。まあでも一応玄関機は中に、室内に入れとった方がいいかなとは思います。これまあまあ立派ですね。盆栽が好きな方はぜひチェックしてみていただけたらなと思います。だからこれ手放される理由なんですけど、なんか植物を、まあ、温室管理されてて、温室か屋内室内管理されてて、で結局ちょっと温室作るのがそこまでお金かけるのもなっていうので、もう植物やめようかっていう形になっちゃったらしいんですよ。でまあそうですかっていう話で、
まあそれやったら手放すんだったらまあ植物売ってくださいってなったんですけど、まあ植物この後動画撮ってまたご紹介しますけど、パッキポ系は別に僕買ってもいいんですけど、固有系はもうちょっと僕はいいかなと思って、それだったらヤフオク出してみますかっていう話になって出したっていう形になりますね。なんかこういうのもいいんですけど、ちょっと一回枯らしたっていうのもありますし、なんでしょうね、この多肉質の葉っぱっていうのが、まあ、丸かったらいいんですけど、なんかこういう結構これポロポロ落ちるんですよ。もうこんな感じで葉っぱはポロポロ落ちて、まあ、しっかり水あれば落ちないんですけど、なんかポロポロ落ちるイコールその多肉ですよね、多肉植物の感じがするんで、僕はいいかなっていうことでいう感じです。でも多分このチャンネル見られてる方も欲しい人は必ずいるとは思うんで、よければ。こんだけ立派でボリュームのあるつぶろうさんもなかなかないですよ。多分こんなこの塊1本とかで1万円くらいで落札されてたかなと、ヤフオクの履歴見たらそうなってたんですけど、これ相当でかいですよ。結構ずっしりしてるんで、まあ、下にどんだけ土が入ってるかわからないですけど、赤玉メインのカルマボラとか入ってるんですかね、まあ、その方が管理されてたんですけど、もし1万円以下で落札されなかったら、1万2000円で落札されなかったら、ちょっともう僕の手元に返してくださいということで言ってるみたいなんで、まあ、期間限定ということですね。とりあえず終了はよく、まあ決めてないんですけど、なかなか多分結構いい値段したはずです。これ相当いい株なんで、欲しい方、探されてる方はぜひチェックしてみてもいいかなと思います。本当1万円でこれ買えたらラッキーですよっていう紹介でした。ヤフオクで参加いただけたらなと思います。じゃあこの泣く泣く手放されるっていう方のベストクレマつべろう様のご紹介でした。気になる方はぜひチェックをお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。